日曜日の20時になりました。香川のグルメのお時間です。ということで、ヤグタウンです。どうぞよろしくお願いします。今日の動画で合計358店舗目のお店の紹介となります。ということで、今日は讃岐うどんではなく、香川の肉そば専門店さんの紹介をさせていただきたいと思います。ということで、今日向かっているのは香川県高松市にある僕が僕であるためにさんの方へ向かっていっております。それではこの僕であるためにさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず、食べログの点数ですが 3.46 点。そして、Google の点数が 4.0 点となっています。営業時間は10時半から16時までで、定休日は毎週日曜日。交通手段として車の場合、駐車場はないんですけど、最寄り駅が河原町駅で500メートルほどととても近いです。おすすめは、僕の肉そばです。店主さんは尾崎豊さんのファンで、店名や説明文とかに曲や歌詞が書かれてます。もともとうどん屋さんしてて、そこでも肉そば出してたみたいで、毎月29日はトッピングの肉増しが増量です。今日紹介させていただくお店はこちら。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちら券売機で購入する形式になってます。この日は29日なので肉の日、肉増し増量中です。トッピングの肉増しの2倍が3倍に、肉増し3倍が4倍になるのですごいお得なんですよね。ということで今回は肉増し3倍と冷たい肉そばの波を購入しました。はい、冷たい肉そばと3倍でお願いします。2番でお願いします。2番、はい。番号札と交換でできたらまた呼んでいただけます。空いている席について少し待ちましょう。ちなみにこの番号札、ソフビのアヒルに番号が書かれています。可愛いです。はい、はい、お願いします。じゃあ波火は3倍になります。はい、いただきます。どうぞ。これが牛肉4倍盛りの肉そばになります。店内はこんな感じになってます。長細い作りになっていて、トッピングを入れる机も用意されています。
それではいただきます。お肉4倍なだけあって、そばが波でも丼が山盛りになるくらい盛られてます。甘辛い味付けの牛肉が漬け出しに入っている自家製ラー油に絡んでめちゃくちゃ美味しいです。ピリ辛で旨味の濃い醤油魚介系の漬け出しにシャキシャキとした白ネギが染みて食感もすごく良かったです。そしてお蕎麦は和蕎麦です。固めに仕上げているのでしっかり食べ応えもあるお蕎麦でした。ちなみに理想的な食べ方っていうのがあって、少しずつ出汁にトッピングを追加していって味変しつつ食べるのがおすすめということです。早速取りに行きましょう。こちら理想の食べ方、1ラー油が入っているのでそのまま、2天かすを投入、3辛味がなくなったら好みで薬味、4そば湯を入れてほっこり、5デザートを食べながら帰るということで、まず天かす入れていただきます。それでは天かす追加でいただいていきます。天かすから油が染み出て、さっきまでの出汁にコクが出てまた違った味わいで食べれました。ちなみに薬味こんなにたくさんあります。自家製の食べるラー油に七味、一味、魚粉に粗挽き唐辛子、それに四川山椒とあります。これが自家製の食べるラー油、粗挽き唐辛子に四川山椒を入れて食べてみます。食べるラー油に粗挽き唐辛子と四川山椒の追加でいただいていきます。これめちゃくちゃ美味しかったです。まず個人的に辛いのが好きなので、粗挽き唐辛子がストレートに辛味が追加されて良かったです。そこにラー油の旨味が追加で、最初の出汁より濃く辛くうまくなりました。でこのめちゃくちゃ美味しいのの決め手になったのが山椒だと思ってて、まず山椒自体僕がすごく好きなんですよね。舌がピリピリ少し刺激的に痺れるのがいいのと、爽やかな香辛料の香りと風味で味がガラッと変わりました。もし動画にしてほしいっていうお店の方や行ってほしいお店がある方は、ぜひ概要欄の方に載せてある SNS で直接メッセージいただけると嬉しいです。そして今回の動画で肉そば食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録お願いします。友達や同僚に肉そば好き、香川県出身の方おられましたら、ぜひこちらの動画のことをおすすめしていただけるとすごく嬉しいです。それでは最後の一口、いただきます。自分好みに味をアレンジしていけるっていうのが楽しいし飽きないし、最後まで美味しくいただけるとてもいい工夫だなって思いました。平日の雨の日は生卵が無料になるお得な日もあるので、これから梅雨の時期行きたくなる日が多くなると思います。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。言えなくて黙ったのだ。濡れた風
き放して走ったのは雷鳴さ競争した世界が